こんにちは、こんばんは。バリ島のビジネスマンです。今回は全国泊まり放題サブスク次々で30連泊した動画の第1弾になります。まずは JR 東海道線に乗って東京品川駅から静岡県三島駅へ向かいます。途中藤沢駅で用事を済ませてからグリーン車に乗ってアジの押し寿司を食べながら熱海駅、熱海からは東海道本線に乗り換えて三島駅に向かいました。14時35分三島駅に到着しました。駅のホームからすぐ目の前に見える大きなホテルが今回泊まる富士山三島東急ホテルです。早速ホテルに入っていきましょう。フロントはエスカレーターを上がって目の前の2階にあります。自動ドアを通ると木目を基調とした綺麗で広々とした空間になっています。ロビーの床、テーブルやスツールなど六角形が多用されているのは溶岩が冷却して収縮する過程で六角形になった伊豆六宝石をモチーフにしているそうです。今回のお部屋は519、カードキーにも富士山が描かれていてとてもおしゃれです。では早速お部屋に入っていきましょう。はい、今部屋に入ってきました。はい、すごい明るい部屋ですね。入ってきてすぐね、こうしてクローゼットがあります。そして上にこうしてカゴがあります。大浴場に行く時のセットだと思うんですけども、でタオルがね入ってますね。体を洗えるため、これもしっかりしたものが入ってますね。あとはバスタオル、はい、これがこういったカゴの中に入ってまして、まあ、このカゴを持ってね大浴場に行くんだと思います。そして上にはですねハンガーがあります。ハンガーがですね、ズボンがかかれるハンガーが1つ2つ、そして、上着をかけれるハンガーが4つあります。消臭剤とブラシと靴べら。下を見てみると、荷物を置く台ですね。スリッパがね2セット置いてあります。まあ、これ履いてね多分大浴場行ってもいいんでしょうね。こちらはですね多分部屋で使い捨てのスリッパだと思います。結構ねクローゼットがね、はい、大きなものが3段引き出しがあります。はい、結構これ中入りますね。そしてこちらですね、姿見がねやっぱりありますね、上から下まで。はい、そしてこちらバスルームですね、ちょっとチェックしていきましょうね。はい、中はですねユニットバスですね。はい、こんな感じ。はい、アメニティがですねついているのがね、はい、こちらからボディシャンプーですね。はい、コンディショナー、そしてシャンプーがボトルで置いてあります。はい、こちらにはシャワーがね、はい、あります。カランがねあります。全部ね、まあ、綺麗ですね。結構新しいんですかねこのホテル。すごいバスタブもねすごいまだ新しいって感じがします。清潔感のねあるバスルームになっています。ウォシュレットの操作盤があるのでウォシュレットがついています。あとちょっとねこれすごい気になったんですけど、この折り方見てみてください。富士山のね形になってますよね。はい、普通の三角折りじゃなくて三角折りをまた折り返して富士山のように2つともなっています。はい、じゃあ今度はね部屋の中を紹介していきたいと思います。まずトイレ出てすぐあるのがこういった洗面台があります。はい、これもとても綺麗な洗面台ですね。こちらにねグラスが2つ置いてあります。すごい変わった形のグラスです。左側にはね消毒液があって手洗いソープが置いてあります。大きな、ね、洗面台があります。結構深さもあるので、まあ、しっかり顔洗っても周りを汚さないで済みますね。こちらの箱の中にですねアメニティが入っていますね。ちょっと箱の中見て開けて見ていきたいと思います。これはね折りたたみブラシが入ってました。折りたたみブラシ2つですね。これは歯ブラシと歯磨き粉です。はい、これも2つですね。これは T 字のカミソリとジェルですね。はい、シェービングジェルも入ってます。これも2つずつ入ってますね。ビューティーセットってなってます。多分コットンとかねゴムがね入ってると思います。女性がね主に使うようなビューティーセットですね。化粧水が2つ入ってます。保湿クリームです。化粧落としですね。洗顔料ありますね。はい、1泊だけなんですけどもふんだんに使えそうですね。あとこちら電源があるので、はい、こちらの電源でパナソニック製のドライヤーですね。この電源をね向こうに挿して使うことができます。洗面台の下を見てみましょうね。はい、下にはね
はい、こういったハンドタオルがね2つ置いてあります。そしてこれはさっき見たドライヤーですね。ドライヤーが袋の中に入っています。ティッシュですね。はい、これも富士山をイメージしてるんですかね。ティッシュがあります。あとゴミ箱、結構ね小物がねすごい無垢の木使ってますよね、これね。結構ね、重量感があってね、木目がしっかりして、これ多分奈良だと思うんですけども、同じ奈良で多分統一してるんじゃないでしょうか。はい。はい、お部屋はね、ツインベッドがあります。はい。ツインベッドの広さは幅が110センチだそうです。で、このお部屋の広さは 26.5 平米となっています。なので、結構広いですよね。じゃあこちらのベッドからね見ていきましょう。はい、ベッド周りこうしたランプがねありますね。で下にはですね電源が1つ、真ん中に USB があって、こちらはランプの調節するノズルですね。でこちらにもねティッシュ置いてくれてます。これ親切ですよね。ここもねやっぱおしゃれなね木の台になっていて、これも無垢使ってますね。はい、これはもしかしたら桜かな、ちょっとね赤みがかった特徴のある木ですね。このランプとよく合っています。枕がですね、はい、2つついていて、とても柔らかい枕、こちらがすごい柔らかいですね。でこちらがですねちょっと固めの枕ですね。はい、やっぱり硬さ変えてくれてますね。はい、なんかビーズみたいなのもねちょっと入ってるような感じの固めの枕です。はい、なのでお好きな枕ね調整することができます。あとナイトウェア、こちらあります。これもおしゃれですよね。はい、これ2ピースになっていますね。これもね富士山のマークになってるんですよ。やっぱりね富士山がよく見えるホテルですので、はい、いろんなところに富士山があしらわれてます。このね上着もね結構おしゃれですよね。こんな感じの少しね上のところだけボタンで留めるタイプになってます。そして下にはねこうやってポケットがあるんですよね。で右側にはやっぱりここにも富士山のマークがあしらわれています。これはね館内着としてお風呂に行くときねこの格好で行っていいそうです。そしてこちらにはですね、はい、テレビがあります。ちょうどベッドの真ん中あたりにあるので、ベッドに寝ててもね、まあ、ほぼまっすぐ見ることができますね。48とか50インチぐらいあるんじゃないですかね。結構大きいですね。これもなんか木目調なんですけど、かっこいいんですけど、これも何かというと、はい、鏡です。木目の部屋とすごいマッチした鏡になってますね。あとこちらにですねこういったおしゃれな棚があって、はい、これも無垢なんですよね。はい、すごいね木が好きな人はねこの部屋絶対気に入ると思いますよ。はい、これも多分チェリーじゃないかな、チェリーというか桜ですね。こちら、伊藤園のですねミネラルウォーターが 400ml、 これ無料でつけてくれています。これ感謝ですね。はい、こちら氷を入れる器になっています。湯沸かし器があって、こちら陶器のカップが置かれています。はい、ガラスのコップが2つ置かれています。富士山の絵が描かれたこれ小皿もありますね。これいいな。はい、あとこちら木の中のケースにですね何が入っているんでしょうか。コーヒーが入ってました。このケースもおしゃれだな。奈良でできた小箱ですね。何が入っているかというと、クリーミーパウダーが2つ入っています。ほうじ茶、煎茶、グリーンティーですね。はい、コーヒー2つつけてくれています。あとは砂糖ですね。はい、こんだけあれば十分です。こうした木にこだわってくれているので、すごいおしゃれな部屋ですね。はい、とても落ち着く部屋になっています。はい、下に扉があるので開いてみましょう。はい、ここは冷蔵庫がありました。はい、開けてみます。少しね冷凍できるスペースが上にあって、下には冷蔵庫になっています、ね、とてもね冷蔵庫も綺麗です。すごい新しい感じしますね。はい、下には引き出しがあって、こうしてセキュリティボックスがあります。これかなり大きいですね。引き出し1個分丸々セキュリティボックスになっています。はい、開けてみるとですね、これパソコンとか余裕で入りそうですね、大きさ。はい、そしてこちら丸テーブルがねあります。まあ、椅子が、とりあえずないので、このソファーに座りながらまあ、コーヒーを飲むという形になると思いますけども、まあ、こういったちょっとしたテーブルがあると、まあ、部屋でコーヒー入れても、まあ、ソファーに寄りかかりながらゆっくり飲むことができますね。はい、そしてこのソファーですね、ここでも、まあ、一人ゆっくり寝れるぐらいのサイズですね。幅は80センチぐらいあるんでしょうかね。
はい、長さはね、ほんとベッドぐらいあるので、もう十分横になって寝ることができます。はい、こちらのベッド周りですね、基本的にさっきと同じなんですけども、まあ、これもね木なんですよ。はい、木に埋め込まれた時計になっています。これも多分奈良使ってると思うんですけども、いい感じの時計ですね。はい、あとこちら、これも合体してるんですよね。これでもう浮いちゃう感じで、はい、何か小物を置いたりとかね、できるかもしれません。ペン置きとかね、はい、これも木を使ってますね。これも奈良の木を使ってると思います。あとはこちら同じ台があって、ゴミ箱もね同じような木目のゴミ箱になっています。はい、シャープのね空気清浄機が一つあります。はい、これで大体紹介したと思うんですけど、こちら、はい、窓があります。この窓を一回開けてみたいと思います。はい、今ブラインド開けました。はい、ここからですね、真ん前に三島駅が下に見ることができます。はい、さっき僕たちがね降りてきた駅です。ほんとね、駅から降りてね1分で着きます。ちょっと今日ね天気がね悪くて見えないんですけどね、向こうにね本当なら富士山が見える予定なんですよね。今裾野しか見えません。明日なんとか晴れてくれたらなと思います。一応ねお部屋の全景こちらから見るとこういった感じになっています。同じような木目で統一された、そんな部屋となってますね。光もねちょっとね暖色というか黄色い系の光でね統一されているので、まあ、木とよくマッチしてね、はい、とても柔らかい感じの部屋になっています。はい、ではこの部屋でね一泊なんですけどもね、次々第1日目過ごしていきたいと思います。はい、それでは部屋からは以上です。はい、インターネットのスピードをね測りたいと思います。はい、それではスタート。はい、ダウンロードがね 46.9Mbps ですね。はい、アップロードが 66.9Mbps です。まあ、これぐらい出てれば問題ないと思います。はい、それではインターネットスピードは以上です。ホテル目の前にある楽寿園に行ってきました。ここは国の天然記念物及び名勝にも指定されているとても広い公園で、富士山の噴火の歴史と深い関係があって、園内にある小浜池は富士山からのとても綺麗な湧き水が流れていて、水位が日々変化するそうです。園内には全国で活躍していた C58 型機関車が展示されています。機関室の中にも入れるので電車好きな方にもおすすめです。はい、三島駅から約5分のところにあるね白滝公園にやってきました。今ね子供たちがみんな浜の中に入って遊んでます。溶岩に注意っていうね注意書きがあるぐらいね、ほんと溶岩がところどころあって、まあ、昔噴火とかのね影響流れてきたんですよね。すごいね、滝のように水が流れてます。この水がねもうめちゃめちゃ綺麗です。ここで雪解け水をね飲むことができるみたいです。今ねこうやってね人感センサーでね反応してくれます。はい、うん、あ、美味しいです。ぜひここに来たら一度は飲んでみてください。はい、源兵衛川行きました。ここはね川沿い歩けるみたいなのでちょっと歩いていきたいと思います。今ねちょっと増水しているので、なので僕にちょっと裸足になりました。はい、はい、すごい涼しいですね。水がやっぱ冷たいせいなのか、僕歩いてるだけでねもう温度がね 3,4 度ぐらい低いんじゃないかな。ね、水が冷たいので時々水に足浸かるんですけど、すごい冷たいです。もうこの辺からねもう道が水没してます。水没したところをねこうやって歩いてますね。あの B さんとかだったらいいかもしれないですけどね、もう靴はね絶対やめた方がいいですよ。はい、ちょっとここで靴履きたいと思います。こんな感じ、すごい綺麗な川です。ホタルが出るっていうのもね分かりますね。はい、今蓮沼川に来ました。ここにあの大きな鯉がいるというのでちょっと探してみたいと思います。ここの水も綺麗ですね。あ、いた、見えるかな。はい、ここにいますね。見えるかな。あ、こちらにもいます。でかい。ちょっとね光って見にくいと思うんですけどね、ちょっと灰色がかった鯉がね、はい、今鯉の真上にいます。鯉がね観光名所になっていてすごいですね。散歩から帰ってきてお腹が空いたので、
ホテルのすぐ隣にある寿司うなぎどころ京丸に寄りました。これが三島コロッケですね、はい、これがイカメンチ来ました。三島コロッケからいただきます。ホクホク、イカメンチ、あ、おいしい。細かく大体が入ってます。両方とも美味しいです。はい、うな重1匹です。あと、そしてね、肝汁、肝が入ってます。うな重美味しい、柔らかい。では、ゆっくりいただきます。すごい美味しいです。これは食べた方がいいです。次々の宿泊者は一泊につき1枚ワンドリンクチケットをもらえるので、13階にあるロバタグリルローレルへ。天気の良い日はレストランからこうして富士山が綺麗に見えるそうです。三島の夜景を見ながらスパークリングワインとパインジュースをいただきました。ドリンクをいただいた後はホテル最上階にある大浴場へ。男性女性どちらもお風呂に入りながら三島の夜景、下には JR や新幹線、そして富士山が綺麗に見えるような作りになっています。サウナもあって大浴場も広々としていて、露天風呂もあって入っていてとても気持ちの良いお風呂でした。またランドリーも男女それぞれ別になっているので、狭い空間で男性と女性が一緒になることがありません。翌日ホテルの広報の方が高層階のお部屋を案内してくれました。広報の方によると、低層階は鉄道好きの方に人気ですが、高層階になればなるほど広い景色が見えるので、一般の方には高層階がおすすめだそうです。次々で申し込むとお部屋は3階から5階の部屋限定になるんですが、高層階に空きがあれば、差額を支払えばアップグレードもできるようです。また部屋の床、ゴミ箱やライトなど、こちらにも六角形の伊豆六宝石をモチーフにしてデザインされているそうです。さらにこちらのシーツ上にあるベッドスローの柄は三島柄と呼ばれる三島茶碗の模様を抜き取って現代風にアレンジしたものが使われているそうです。またロビーや部屋の家具が若草色なのも三島にちなんだ色で統一されているようです。こちらのホテルが細かな点まで三島にこだわっているのがよくわかります。はい、10階の部屋見させてもらっています。こんな感じでね、僕らが泊まっている5階とは違って、ソファーではなくてね、椅子とテーブルが用意されています。10階にはね、こうした富士山グラスが用意されています。ガラスですね、はい、これかっこいいですね、はい、はい、基本的には同じ感じですね、はいはい、これが10階になります。とても景色がいいです。広報の方に昨日ホテルの隣で食べた三島コロッケについてお聞きしたら、三島コロッケは箱根清六三島野菜といって標高50メートル以上で栽培されている野菜を使っていて、少しねっとり系の甘みが強いじゃがいもで、それが三島コロッケが美味しい理由だそうです。フィットネスセンターも案内していただきました。マシンはトレッドミルと足と手が連動するマシンとバランスポールが用意されています。こちらの部屋は富士山と反対側になるので富士山は見えないんですが、修善寺や箱根の景色を見ることができるそうです。ダブルベッドの部屋を選ぶとこちら側の部屋になるそうですが、秋になると紅葉が見えたり、こちら側から太陽が上がるのでお正月の初日の出はこちら側がおすすめだそうです。こちらはロビーの端にあるツーリストラウンジ、観光のパンフレットがたくさん置いてあったり、コーヒーも無料なので自由に飲むこともできます。自動両替機もあるので外国の方もここで両替することができます。このホテルにはレンタルバイクもあります。値段は2時間2500円からで、いろんなタイプの自転車を借りることができます。自転車があると行動範囲が一気に広がるので、これはとても便利ですよね。こちらはニューワーク三島といって予約制のビジネススペースが有料で15分250円で使えるそうです。
リモートワークなどで利用される方に最適な空間となっています。他にも案内していただいたのは1階にあるお土産屋さん。ここのカウンターで地酒を飲みながら干物を焼いて食べられるそうです。お酒を飲める方はぜひ三島の地酒と干物をお試しください。はい、8月の20日9時17分です。今日でねチェックアウトになります。今日の朝ねこういった新聞をね、はい、入れてくれました。静岡新聞です。こういった朝刊もねサービスで、はい、届けてくれるようです。チェックアウトがですね今日12時なんですね。とお風呂がですね10時まで入れるので今ちょっとお風呂入ってきたのでこういったナイトウェアまだ着てるんですけどね、ここ泊まってみて良かった点とかね、少し述べたいと思います。まあ、なんといってもねこちらの窓、普通ホテルでねこの腰の高さから上しかなかったりしますよね。でもここはねやっぱりね富士山の景色っていうのを売りにしてると思うんですけども、もう全面のこの窓がすごい見晴らしがいいです。で今日はねちょっと朝タイムラプス撮って、まあ、晴れると聞いてたので富士山見えたらいいなと思ってたんですけども、朝方ねうっすらね富士山の影は見えたんですけど、もう一瞬だけでしたね。はい、なので富士山を見たいって方はね乾燥してる季節に来るといいと思います。なので秋から春にかけてだと思いますね。すごい富士山綺麗に見えると思います。先ほど広報の方とね少し話していて説明してもらったんですけども、外国人の方がね 30% ここ利用しているらしいんですよ。なぜかというと観光やっぱり富士山を観光される方の起点になるみたいですね。まあ、これは日本人の方も同様で、結構さっきねロビーに行ったらですね登山の格好した方がたくさんいました。ここからバスに乗って富士山の5合目までね行けるみたいですね。だからこの駅を起点にして富士山に行ったりとか、新幹線に乗って、大阪京都、まあ、東京に向かったりとかね、まあ、そういうふうに観光される方も多いみたいですね。なのでこのホテル、まあ、いつ来てもねもういろんな楽しみ方ができると思います。出発する前にホテル近くにあるお食事処三島屋に行ってきました。アナゴが大きくてかなり量が多いので、もし行くならお腹を空かせていくことを強く推奨します。この後富士山三島東急ホテルをチェックアウトして次の名古屋東急ホテルに向かいます。次々の旅はこの先まだまだ続きますので、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録、動画が参考になった方はいいねボタンもよろしくお願いします。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。